理局嘱託魔導士高町ナノハです。局の魔導士か。私は闇の処分止めにでも来たか。だがもう遅い。闇の書の暴走は止まらない。幾度破壊されても蘇ってしまう。何度何度でも終わらぬ輪廻、果てはないの。あのね、闇の書さん、あなたが今見てるのは悪い夢なの。本当のあなたはもう悲しい思いを終えて、優しいマスターやあったかな家族と一緒に幸せに暮らしてる。よもいのと、そんなことがあるはずがない。私が一体どれだけ苦しんできたと思っている。いや、私は何の罪もない一途で優しい騎士たちを、私はどれだけ苦しめてきたか。そして幾人の主を我が呪いで殺してきたか。もう終わったんです。最後の夜剣の主が長い夜を終わらせてくれたんです。ありえ、我は闇の書、呪われた魔導書だ。そこをどけ。時期この身が暴走を始める。違うよ、あなたの夜はもう終わったの。空ごとはもうたくさんだ。そこをどけと言っている。どかない。あなたはもう呪われた闇の書なんかじゃない。スタンバイレディーフェーズ1エンゲージ。マスターが綺麗な名前をくれたの。祝福の風、リーンフォースって。優しい主、そんなことがあったんだよ。出会えたの。私と同い年の女の子で、優しくて強い子で、守護騎士のみんなを大事な家族って言って大切にしてくれてる。ハヤテちゃんっていうの。もちろんあなたのことだってすごく大切にしてる。不思議だな。聞くにも耐えぬ空ごとであるはずなのに、お前の言葉にはなぜか説得力がある。だって本当のことだもん。眠って目が覚めたら優しいハヤテちゃんが笑っておはようって言ってくれるから。そうか、ならば今は静かに眠るとしよう。
界が解ける。現場一同、緊急事態。闇のかけらが一つに集まってる。場所はポイント D 付近、会場上空。エイミーさん、それ私に行かせてください。ナノハちゃん、でも行かせてください。探し物がやっと見つかりそうなんです。